ホアキン・アルチバルド・グスマン・ロエーラーは、メキシコの麻薬密売、密輸組織、シナロア・カルテルの最高幹部。別名、麻薬王、エルチャポ、として知られる。アメリカ・コロラド州にある ADX、フローレンス刑務所にて、終身刑で服役中。フォーブス氏はグスマンを、史上最大の麻薬王、アメリカ合衆国連邦政府は、 地球上で最も残酷で危険で恐ろしい男 DEA はパブロ・エスコバルに匹敵する影響力を持つ麻薬界のゴッドファーザーと称している2015年にはシカゴ犯罪委員会より公衆の敵ナンバーワンに指名されたシナロワ州バディラグワト出身聖火は貧しい農家であり最寄りの学校から 100km も離れている田舎で育った 教師は月に数回家を訪ねて、グスマンに教育を施したが、ギャンブルと女で身を持ち崩した父親に代わり、早くから長男であるグスマンは、教育を受ける機会を放棄し、産業がない。この地域で農民が、よく栽培しているマリファナや、ケシの実を4人のいとこと共に収穫して売り歩き、家族を支えたという。やがて、だらしない父に愛想をかしたグスマンは、 実家を出て、祖父と暮らしながら、バディラグアトを出る機会を伺い、20歳頃に、おじが、密売業者を務める、麻薬組織に加入して、本格的な犯罪家業に手を染めるようになっていった。1970年代には、ミゲル・アンゲル・フェリックス・がジャルドがボスを務める、グアダラ・ハラカルテルに所属し、後のシナロア・カルテルのボスとなる。 ヘクタールイスパルマサラザールの下で働くようになった。当初はメキシコアメリカ国境に空輸されてくる麻薬の運び屋県監視係を務めており、そこでグースマンは麻薬の輸送に1分1秒でも遅れた密輸業者を問答無用で射殺する厳格さで知られ、周囲の疫を呼びボスからの信頼を勝ち取っていった。そして1980年代初頭には、 ボスの専属運転手を務めるようになり、やがてコロンビアからメキシコに輸送されてくる麻薬の管理を任されるようになった。また、グアダラハラカルテルは1970年代後半から1980年代初頭にかけて、コロンビアとアメリカ・メキシコ国境を結ぶコカインの仲介業者として活動するとともに、カリブ海やフロリダ半島を結ぶ麻薬の輸送ルートを 新たに開拓して、組織を巨大化させていった。そして、1980年代中頃になると、取引相手のコロンビアマフィアは、アメリカから支援を受けたコロンビア軍の攻撃を受けて、勢力は弱体化した。結果として、コロンビアマフィアが得ていた権益を、メキシコマフィアが引き継ぎ、さらに組織は巨大化した。一方で、 DEA も、メキシコマフィアの活動を探るべく、エージェントを、秘密裏に、麻薬組織に送り込むようになった。その中の一人であるキキカマレナワガジャルドを含む、ボスともつながりを持つようになり、やがてカマレナから、情報提供を受けたメキシコ軍が1984年11月に、グアダラハラカルテルが所有する1000ヘクタールもの広さを、持つ、大規模なマリファナ畑に奇襲をかけ、 80億ドルもの損害を組織に与えた。カマレナの裏切りに気づいたガジャルドは1985年2月に白昼堂々彼を拉致し残忍な拷問にかけて殺害した。この事態にアメリカ政府は激怒しメキシコ当局はカマレナ殺害犯を逮捕すべく大規模な捜査を行い1989年にガジャルドは逮捕された。ガジャルドは 刑務所から死者を通して、幹部を赤プルコに召集させ、グスマンを含む幹部たちはカルテルを3つに分割する、ことを決定した。グスマンは、ガジャルド逮捕時には偽名を使用して活動していたようで、あり、麻薬の密輸を行いつつ、薬物、武器、金銭を蓄えていた。またマリファナや、けしの農園を多数所持して、地域の住民に栽培させていた。 1987年にアメリカ当局がグスマンの捜査を初めて行い、法廷で証言者が語ったところによるとグスマンがシナロアカルテルの事実上のボスであり、1987年9月19日から1990年5月18日までの間に2トンのマリファナ及び4.7トンのコカインをアメリカに密輸し、約15億ドルの利益を上げていたという。 別の捜査資料によると3年間で31トンのコカインと大量のマリファナの密輸を行い10万ドルの利益を上げていたという。また摘発されるリスクを減少させるために空路は使用せずに陸路を使用して麻薬をアメリカへ輸送した。持ち込み手段は様々であり、密輸業者に少量の麻薬を持たせて運搬させたり、チリペッパーの缶や消火器に麻薬を隠して、 列車で運び込んだという。さらにアメリカメキシコ国境付近に成功なトンネルを掘削して麻薬を運び込むという手口を編み出した。代金の回収手段についてはスーツケースに現金を詰め込み、賄賂をつかまされた税関の職員が意図的に荷物をチェックせず通過させてメキシコへ運び込まれたという。1993年にグアテマラで逮捕され、 殺人及び麻薬密輸の罪で、懲役20年の実刑を受け刑務所に収監されていたが、2001年1月に清掃作業者に隠れて、脱獄に成功。78名もの監守に賄賂を配り、グスマン自身が250万ドルの費用をかけた、大掛かりな脱獄であった。この脱獄に関わった、監守数名は逮捕され、刑を受けている。 監視の制服を着て堂々と正面玄関から出て行ったという説もある。メキシコ当局、アメリカ当局及びインターポールから指名手配を受けたが地下に潜伏しつつ、麻薬密売組織において活動を活発化。2003年にはライバルであるガルフカルテルのボスであるノシエルカルデナスギリエンが逮捕されてから急速に勢力を拡大させ、アメリカ合衆国財務省はグスマンを 世界最大の麻薬組織のボスと推測している。特に、メキシコ当局は500万ドル、アメリカ当局は380万ドルの懸賞金をかけて行方を追った。2013年、シカゴ当局がアルカポネ以来最大の社会の敵だとコメント。2014年2月22日、メキシコ軍と アメリカ捜査当局の合同作戦により、メキシコシナロア州マサトランの高層マンションで身柄を拘束された。2015年7月11日、限界レベルの警備で知られる LRT プラーの刑務所より地下トンネルを用いた2度目の脱獄をした。グスマンが麻薬取引で稼ぎ出した資産は約1000億円。脱獄に使った資金は1度目は3億円。 二度目は六十億円とも言われている。2016年1月8日、故郷であるメキシコ中西部シナノア州で通報を受けて駆けつけた当局との銃撃戦の末、グスマンの身柄が確保される。この銃撃戦で密売組織のメンバーとみられる五人が射殺される。グスマン自身は、この現場からは車で逃れたが、その後すぐに捕まった。 2017年1月19日にグスマンはアメリカに飛行機で移送された。2018年11月5日、グスマンの後半がニューヨークのブルックリン地区連邦裁判所で開始された。後半中は収監されている連邦刑務所メトロポリタン共生センターから裁判所までの往復の工程の中に通過するブルックリン橋を通過のたびに一時閉鎖し、移動中は 空からはヘリコプターで搬送者を監視するなど、限界態勢が敷かれた。2019年2月12日、ニューヨークの連邦地裁の陪審はグスマンに対する、米国への麻薬密売など銃の罪に対して、全ての罪状で有罪表決を下した。2019年7月17日、連邦地裁はグスマンに対し、仮釈放なしの終身刑を言い渡し、 罰金126億ドルの支払いを命じた。身柄は、同年7月19日に、コロラド州フローレンスにある ADX、フローレンス刑務所に収監された。ありがとうございます。